世界の終わり The House。 福岡県女性ラジオネームせんぺい。朝起きてバターをたっぷり塗ったパンを食べる瞬間、あー幸せだと思います。世界の皆さんが一番幸せな瞬間はいつですか、という。幸せね、幸せね、なかなか幸せね、外気浴だよね。それはあるね。出た、はい、出た。なんかさ、遅れてやってきたサウナーね。そうなの、すっごい遅くね乗ったの。遅く、遅乗りしてるサウナーね。そうなの、すごいよね本当に。まあそのさ、サウナに入って水風呂に入って外気浴をするっていうのをようやく知って、うん、まあもう激ハマりしてるんですけど、ずっと俺たちがさ、サウナ行ってる時もさ、マジ苦手で、こうさ、冷めた目でね、汗が出ないとか言って、ね、ふーんとか言ってね、なんか暑くて、うん、あのサウナは暑いし水風呂は冷たいし、なんかよくわかんないって言ってたんだけど、ずっとしたよね、10年ぐらい、うん、そう、全然興味なかったんだけど、ついにね分かったの。すごいよね、汗出るようになったっていうのすごいよ、ね、そうなんだよね。でなんかもうそうだね、うん、最近まあなんか運動結構してるんだけど、してるね。そうで、この間あの走ってたわけ、外、うん、公園をね、で公園走ってて、うん、あの T シャツ1枚でさ、うん、でスポーツウェアでこう走っててさ、うん、で体がどんどん熱くなるじゃない、うん、でこう冷たい空気がさ、うん、こう肌に当たるじゃない、うん、なんかこの感覚知ってるって思ってこれは外気浴って、ね、確かにね、それはね思ったの。サウナって座ってるだけで得られるスポーツ後の、あの爽快感っていう説もあるんだよね。確かにそうかも、うん、いやそう、なんかランニングしてる時に、あ、これ外気浴の気持ちよさと一緒かもしれないってね、うん、なんか気づいたんだけど、スポーツしてきた僕から言わせると、あれは完全にスポーツ、スポーツ後だと思うよ、うん、うん、サウナーと筋肉を全く使わない、そう、使ってないんだけど、全く使わないスポーツ、心臓だけを動かしてね、うんうん、っていうね、ちょっとマイナスネガティブだね、そういう考え方もある。確かにそう、そうなんだよね、そう言われてみればそうだね。まあまあでもほら、疲れが残らない、違う、あれはあの体にいいかどうかは知らんけど、あの精神的には非常にいいと思うね、うん、スポーツとは違う、うん、裸でいいんだよ。そうだよ、うん、この前俺、あの汗で T シャツがペターってなったりも一切しないからね、うん、そうね、いやいや、裸っていいよね、わかんないけど裸でそ外気にいていいなんていうのとさ、うん、そうだよ、それはね、うん、リーガルにやっていいっていうね。そうだね、確かにね、リーガルには裸でいいわけだよ。そうだよ、あとはヌーディストビーチぐらいしかないよ。そうね、ヌーディストビーチ、ヌーディストビーチ、ビーチでしょ、ビーチだね、だベトベトするもんすごいインドアな人の発言だけど海はベトベトする。いやなんかサウナのね、なんか最近良さはね、サウナ本体ではなくて、うん、サウナに行った後に、うん、やっぱりこうあーだのこうだの言うところが、うん、にも良さがあるから、俺最近一人サウナにあんま行かなくなっちゃったんだよね、うんうん、いろんなとこに行くからでしょ、でも多分それって、そう、いろんなとこに行き続けたらそういう話にもならない、まあならないね、うん、ならないんだけど、どんどん開拓してるっていう、そう、ちょっといろんなニューサウナを巡ってるから、ね、車も、そう、車の免許のね、しますしね、デスドライブと称してよ、うん、あのね、何人かでいつも僕の運転でサウナに、ね、夜巡るというデスドライブというグループがありましてね、だんだん勢力を増えすぎてね、あの人数が全然あの車に入りきらないので、うん、そうだよ、こう厳選してこうその日その日に分けていくっていうデスドライブ、うん、デスドライブね、ついに僕が考案したデザインを作ってね、キーホルダーとサウナハットを作ることに、ね、グッズ作るとか言い始めててさ、グッズを作り始めて、何なのそれ、えなキーホルダー、キーホルダーいる、えリスナーもいる、あのそういえば作ってなかったこうプレゼントみたいなやつ、ちょっとノベルティーね、ノベルティー、デスドライブの、デスドライブの、俺デスドライブステッカー差し上げときます。ポイント貯まるとサウナハットももらえるみたいなね。あ、そうね、ポイント貯まるとね、すごい面白かったサウナハットみたいな、ね、そうね、内容がすごい響いたらサウナハット、
どう？俺がデザインしたんだろ。欲しい方がねいたら。友達とデザインした。でも俺がしたラフ画を描いてこんな感じっつって、はいはい、友達がデザインに起こしてくれて、友達っつっても本当あれよ、小学校の友達。本当の友達。本当にもしよければね、ノベルティ差し上げますよ。本当にみんなも僕と一緒にデスドライブ会員になりませんかと。世界の終わり、中島です。深瀬です。沙織です。 DJ ラブです。世界の終わりのハウス、今日もリスナーの皆さんから届いたメッセージを紹介、今日はたくさんのメッセージの中から2択の質問に答えていきます。愛知県女性、ラジオネームさっさ。セカワの皆さんは映画や海外ドラマを見るときは吹き替え派ですか、字幕派ですか？私はずっと字幕派だったんですが、最近吹き替えを見たらこんなに話が入ってくるのかと感動して吹き替え派になりました。はあ、このね、吹き替えか字幕かね。いきますよ。せーの。字幕派。でもこれは字幕派じゃない？普通に考えて。ね、普通に考えて。普通に考えなかったでしょ今。普通に考えなかった。お前大ハード見てる時だけで考えてる。それだけじゃないんですよ。うん、映画館に一人で行くときは字幕で見るんですよ。そりゃそうでしょ。もちろん。それ一人で吹き替え見てたらお前あれかと思うよ。ね、あれとしか言わない。ただまあ家で映画を見たりすると、うん、やっぱ画面ばずっと見てられない時があったりして、うん、そういう時が増えて吹き替え派に今なってるなっていう。いや、お前命を懸けた頃あれだったとしたらお前絶対字幕派にしてると思うよ。命を懸けた、命を懸けたチョイスだったらもう一生どっちかしか見えなかったね。吹き替え派のものはある、うん、見て中には吹き替えの方やつもあるよ、もちろん。いいよね、うん、分かるよ、それは俺も分かる、うん、もちろんジャッキー・チェンの映画は吹き替えですよ。そうだよね、うん、私スティーブン・セガールの映画も吹き替えじゃないと多分納得いかないし、うん、エディ・マーフィーとか、うん、エディ・マーフィーも山寺さんじゃないとやっぱり、うん、っていうのがある中にはあるんですよね、うん、分かる。なんか家事やったりさ、こう携帯でなんか連絡返したりするとさ、まあ、流れ英語だとバーって流れてっちゃうんだけど、流れ見だとね、確かにそう、もう吹き替えの時のさ、ね、こう滑舌といったらないじゃん、やっぱりすごいね、すごいよ声優さんたち、うん、入ってくるよね、それはね分かります、それの気持ちは非常に分かる、うん、これに関しては両方の良さがありますよね。まあね、そうなんですよね、間違いない、異論は認めるというか、うん、それぞれあると思いますよ、はい。千葉県女性、ラジオネームかよっち。この前友達と話していて意見が真っ二つに割れたのですが、落ち込んだ時はアゲアゲな曲を聴きますか、それとも気持ちに寄り添ってくれるようなチル曲を聴きますか。私は落ち込んだ時ほどアゲな曲を聴きます。皆さんはどちらが聴きたいですか。ちょっと待って、この二択しかないのか。もっとあるような気はするけど、大きく分けてね、大きく分けてか。あ、まあじゃあ、うん、いきますか。はい、いいですか。せーの、チル曲。みんなチル。チル。全員チル。これはアゲはギャルでしょ。アゲはギャル。これはアゲはギャルだよね。だからギャルが必要なのかもしれない。逆にね、なんかアゲな曲聴く人いるんだって私びっくりした。落ち込んだ時に。でも、まあ、割といるんじゃない？そのなんていうの、心理学的にはチルの方がいいはずだよ。落ち込んだ時に落ち込んだ曲、落ち込んっていうか。その気持ちに寄り添った音楽を聴いた方が晴れやかな気持ちになるっていうはず、ね、うん、共感してね、うん、うん、なんか虚しくならん、うん、なる、上げ上げ曲聴くと落ち込んでる、そのうるさーってなるよ、ちぐはぐなものを聴くとさ、うん、落ち込み度合いによってはその曲嫌いになっちゃいそうな時もあるから、うん、差が浮き彫りになる感じが嫌、うん、な、だから友達でもそうよ、なんかあんまり自分が落ち込んでる時になんか深瀬落ち込んでるからマジぶち上げって言ってシャンパ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 ンって開けられてよ、うん、ギャルだ開けられてもちょっとどうかなっていう、うん、ね、うん、そうです、わかるよ、合わせてほしいよね、テンションは合わせてほしいと思いました、うん、なんか3択あるとしたらなんかダーク曲みたいなやつが、まあ私結構そっちだ、ね、俺もダークサイドのダーク曲をもうとことん落ち込むみたいな、うんうん、ダーク曲、うん、どういう曲、あのサムシングニルバーナニルバーナのインサムシングインザウェイの時もあるだろう、うん、サムシングインザウェイの時もあるだろうし、もうああいうの来てるの、まあ、スリップノットの時もあるだろうし、激しく、うん、っていう時も
デュアリティの時もあるよ、うん、あでもそれ上げ曲なんじゃないの、上げなの、うん、いやそれはデュアリティは上げじゃない、うん、あそう、うん、バーミリオンとか、バーミリオンとかね、バーミリオンもね、バーミリオンはダークサイドだったね、うん、まあ確かに、うん、嘘、その3択しかないちょっとスリップノットだけでこう考えるの難しい、うん、次行きますね、宮城県女性ラジオネームトッポギ、バイトでミスをしてしまった時、社員の人に謝ったら少しは経緯を説明したらと言われました。でもミスしてしまったのは取り返せないので言わない方がいいと思っていました。皆さんはどちらの方がいいと思いますか、まあ、謝る時に説明するかしないか、はい、いいんですか、はい、せーの、説明する、しない、する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 絶対サオちゃんするじゃん。なんでしないって。そうそうそう、あの私絶対するからしない方がいいなって思うの、うん、いや俺もちょっと迷ったんだよね、しない方がいいことも。中陣はさ結構しなかったりするじゃん。しない時も多いと思うね。でその方が言い訳、どうやっても言い訳っぽくなっちゃう。そうそう、なんか問題が、うん、あの起きないことが多いなって中陣を見てて思うから、うん、もう収めちゃう、そうしない方がいいんだなって思ってるんだけど、多分私はする。ただどちらの方がいいと思うかって言われたら、まあなんか私に大切なのはきっとしない方なのかなって思ってしないって言った。なるほどね、私の意思表示だったわね、うん、あのよりすごいする人がしないって言って違和感を感じたけども、うん、それはしない私になりたいっていう、そうね、気持ちを込めてこの二択問題やって、この二択問題そんな気持ちを込められてるとはトッポギさんだって思ってなかったと思うんだけど、うん、決意表明が入ってきました。決意表明がね入ってきたんですね、うん、いやまあどうなんかした方がよくない、内容にも知っておきたいことにももうあるじゃん、まあそのどっちにしても怒るから、この人は怒る人は社員ね、説明しようがしなかろうが怒るんだよ、うん、でこれ説明しながら、いやなんかそんな言い訳いらないからって言われるの、うん、どっちを言われるかだけだよ説明したらって、ね、でもねこのね言い方もさ、もうなんか怒ろうとして怒ってる感じもあるよね、うん、なんか どうしてそう説明したらだもん、ね、なんかどうしてそうなったの、うん、っていうことを解決しようとしてるわけじゃなくてさ、少しは経緯を説明したらって、もうすでにもその言い方だとさ、ね、何言っても怒るじゃんもう説明してもダメじゃんってなるやつだよね、うん、それなんかこうこうこういう理由でこうなっちゃったんですって言って、だからこれはこうしろって言ったじゃんみたいなことをさ、そう言われるのは見えてんだけど言わなきゃいけない、これ言われたらでも言うな、言っちゃう、まあ説明したらって言われたらするよ、それは、うん、説明するでしょ、うん、説明するよ、言い訳しないでって言われたら、じゃあ報告連絡相談のうちの報告はご報告になってしまうと、しなくていいってことなんですか、嫌なバイトだねねえ雇いたくない、ね、あもう本当にそんな静かな声で言われたら怖っといやそういうね、しょうがないよ、そうしといた方がいいもん、俺ミスってなんか相手が言い訳臭くても一応なんか理由は聞きたいもん、何にもないより、ただただ平謝りされる方がなんか変な自分、そいつのスタミナに付き合わされる気がする、スタミナなんつうか、その人はもうこれ時が済むまで謝ってればいいやっていう我慢大会みたいに付き合わされる感じもするんだよね、ただひたすら謝られると、こっちだって別にすっげえ怒りたくて怒ってるわけじゃない場合もなんか、まあ、一応なんか話を終わらせたいのにとにかく謝られただけで謝られ押し切られみたいな感じでなんか負けるわけにもいかないし、一応改善方法を探したいんだったら説明あった方が、まあね、そういう可能性も全然あると思う、うん、と思うよね、別の方法でそのミスをなくす、再発を防止するみたいなさ意味ではね、うん、まあ結果あの状況によるけりそうなんですよそうなんですよ、はい、兵庫県女性騎士、世界のお世界のセカオワセカオは知らないのそうやって略されてるんです世間では世界のじゃなくて、うん、世界のって呼ばれてないっけ世界のって呼ばれてない普通ねそういう略称なんですよそうなんですねセカオワの皆さんは街中で知り合いをした時声をかけますか私は声をかけないのですがもし誰かに見つけられていたら声をかけてほしいなと思います、知り合いを見つけたら声をかけるおは声をかけない
せーの、声をかけない。かけない、かけない、かけない、かける、かける、お、うん、うん、でも3人ともかけなさそう。知り合いだよ、知り合いでしょ、友達じゃないでしょ。知り合いだと思って目が合ったらかける、でもお互いに認識したなと思ったらかけるけど、 もちろんそれはね、認識したなと思ってるのにプイってやったらもうかけない。なんかこう、ね、あ、こっちだけが認識してるなと思ったらわざわざかけないかもしれない。うん、かけるけどね、あれみたいな感じで。いやどうかな、別に向こうからあれって言われてたら、まああれあれっていうでも声かけないけど自分が声かけられたくないわけではないからな、うん、別に声かけられるのは大丈夫、うん、俺もそれは全然大丈夫だけど。そうだからなんか、かけられてなんでこんな時に声かけてくんのと思ったことはないから、うんうん、なんか邪魔したら悪いなみたいな気持ちかな。 それがある。もうね、でもいやなんかその万が一誰誰みたいな、誰みたいな顔され思ってなくても、うん、誰って顔に俺が見えたら、うん、今のもしかして分かってなかったのかなとかも残るかもしれないじゃん、うん、頭の中に、うん、まあ、でも結構私それなんか自分がさその声かけられた時にあれ誰って思うことあるから。あるじゃん。だから名乗る、沙織ですみたいなことを、なんかお久しぶりで沙織さんの時に会ったみたいなことわーって言って、うん、ヤッホーみたいな。でも俺はそれする、よく俺もそれ言う、世界の終わりの深瀬ですって言う、うん、そしたらもう本当ね、何回目かっていうぐらいの時にね、あのシンガーソングライターのゆいちゃんにね、知ってるよって言われて知ってる、そうだよなと思ってでも不安になる気持ちは、不安になる、うんうん、俺も名乗っちゃう、名乗っちゃうね。なんかさ、知ってでもさ、その顔が一致しない時もあるじゃんね、うん、なんかちょっと髪型変わってたりとかしてさ、うん、あれ俺それでね、声出して言えない、名乗れないんだよ。確かにラブさんはちょっとね、耳元で、耳元まで近づかなきゃいけないからさ、ラブですってなるとそれもちょっと面倒くさいなって時はやっぱ声かけない方になっちゃう、ね、ラブさんちょっと特殊な状況に置かれてますからね、うん、で相手がね、その後大声であーラブさんって言われたら ね、たまに一回あったんだよね、うん、外歩いてたらラブさんって言われながらパーンって通っていく人がいてねそれはねやめて、それは営業妨害ですねいやだからそれはあれもある、あのなんで俺この人今一瞬分かんなかったんだろうってこともある。知ってる人なのに、うん、えって顔しちゃった一瞬、あ、知ってる人なのにっていうのもあるから、なんかそうね、いいんだよ、分かんない、分かかけない方がなんか何にも、まあね、もやもやが残らんくない、ね、ああそう、俺は恥ずかしかったのが、前漢方屋さんに行った時に漢方の先生がいて、漢方の先生にいろいろこう、まあなんか最近ちょっと熱が悪いとか、その胃腸の調子が悪いとか、すごい体調の話をめちゃくちゃして、まあカルテを作ってもらってたわけで、こうこうこうですねとか言って、ちょっと舌見せてくださいとか言って、舌を見せたりして、舌を見ながらこう体調を見て、こう漢方を出してくれる、処方をしてくれながら、まあどう考えても小学校の友達なの先生が先生がどう見ても友達なのでもね、最後ですよねみたいになったんだけど、ですよねって間柄じゃないのだよなっていう間柄なんだけど、先生なの完全にでしばらく敬語だった。そっから本当にそっからね、2週間連絡は取り合って、うん、で、うち飲みに来ないよとか言って、でもね、2週間くらいはね、敬語だった。うん、先生だからね。先生だもん、ね。十何年ぶりに会って先生なんだもん。うん、きついよね。向こうも入り口間違えちゃったんだもんね。昨日も、あ、そう、うん、そうね。向こうもそうですよ。そう、最初に敬語で言っちゃったってなっちゃうと、なかなかね。しょうがない。いや、逆に先生には先生の方を見てほしいってとこあったしね。うん、俺、ね、ちゃんと患者として言ってるからね。いやあ、お前は大丈夫だよとか言われたくないじゃん。そうだよね。うん。大丈夫、大丈夫、深瀬は大丈夫みたいなこと言われたくないから。やっぱりね、それもあってですよ。でしたね。世界の終わり、ザ・ハウスでは皆さんからメッセージを募集しています。番組への感想、質問、僕らに選曲してほしい選曲テーマなど、どんなことでも大丈夫です。アドレスは www.tfm.co.jp/house www.tfm.co.jp/house です。それではまた来週土曜日夜10時半にお会いしましょう。ここまでの相手は世界の終わりの歌人と、深瀬と、沙織と、DJ ラムでした。